スーパンプスさんです。言わないでください。元気があれば何でもできる。プロレスでハサミ技の代表が両手足で相手の頭や顎を挟むヘッドスジャス、これ、この技は危険なので柔道では禁じ手です。そうね、ヘッドシザースとその変形である首四の字固めを得意技にしているタイガージェットシン、サーベル持ってこい。日本ではブッチャーとともに悪役レスラーの代表格ですが、ブッチャーとシンの違いは日本以外では正義の味方であることです。そうなんですよね。メキシコではヘビー級のタイトルマッチで猪木さんを首四の字固めで失神させたことがあります。あの猪木さんを、猪木さんをインド出身のシンが得意技にしていることから、この技をコブラシザースと呼ぶこともあります。コブラシザース。新宿の伊勢丹で奥さんと買い物をしていて、アントニオ猪木さんがタイガージェットシンにいきなり襲われて血だらけになった現場に、トースポのカメラマンだった私だけがいて、その瞬間の写真が翌日のトースポの一面にデカデカと掲載された。だがしかし警察が一切出てこなかったのが永遠の謎でございます。うわ、本当にお写真いただいておりますけど、あれでしょ、あのトゥパンプスさんのグルでしょ。これ要するにね、普通でこんなね、普通に奥様と買い物してる時にね、はい、後ろからサーベルで殴られて血だらけになったら普通ね、救急車とか、ね、出ますよ、はいはいはい、警察が全く出ない。ね、決着は必ずリングでっていう、ね、なってますけど、いい時代だね、いい時代、本当にこの時代はいいっすよ。こんなことあるんですね。先週の話じゃないけどね、よくポロリしても全然家族でご飯食べながらこのポロリを見てる時代はいい時代でした。期末、いい時代でしたよ。